近場を優先して目指します。行方不明の輸送部隊はベルムントの人。皆さんこんにちは、ナナです。ドラゴンズドグマ2ライブ配信やっていきたいと思います。ラフさんコングマ。なんか敵が来たね。どうしよう、ちょっと早速戦っとく。ちょっとさ、前回さ、まずちょっとおさらいしとこうか。魔物討伐っていうやつを、あ、 B さんコングマ。今ね、前回のおさらいしていくね。魔物討伐っていうのをやってて、あと最後の一箇所に、行かなきゃいけないんだよな。ちょっと BGM が戦闘になっちゃった。戦闘 BGM になった。ここが、あと最後一個ね、三箇所行かなきゃいけなくて、二箇所は討伐したんだよね。で、最後の一個ここを、に行って、終わり。終わりっていうか、この魔物討伐は終わるっぽい。なので、これをやりつつ、今、どこにいるんだろう。あ、そう、キャンプで、あれしたんだ。回復したんだ。回復するためにキャンプに来て、ちょっとさ、ここでさ、お買い物をちょっとしてみたいなと思うので、ちょっとメルベってところに、行こうと、戻ろうと思います。みかんさん、コングマ、コウジさん、コングマ、の前に今戦闘同士の戦いは気が進みません。敵対する以上致し方ありません。そうですね。そうだね、これ前回やったステージは何？受け取りを。あ、後続みたいな。せっかく回復したのに。でね、なんかさ、やっぱバグ、前回さ、バグで落ちちゃったじゃん。村だか町だかに、あ、なんか処理落ちしやすいみたいなのを見たんだよね。だから、あまり長く村にはいないようにしようかなと思ってます。で、一回ここへ、ここ行く。この辺、道具屋とか行ってみよう。春巻さん、こんばんは。で、ポーンもさ、私にできることなら何でも。変わってます。前回変わってます。しっかりしてください。少しお待ちを。街がやばいみたいだよね。でも街にちょっとお買い物したいんだよな。ちょっと一回街に戻ります。あ、ちょっと待って。違うよ。違う。ちょっと待って。ここ。ちょっと待って。一回ここ行きたいんだよ。メルベに向かう。メルベに一回帰りたいと思います。そちらに行くんですか？それなら、案内は中断いたしますね。また案内を再開してもらうとして、今は各社様の自由意志を大切にしましょうか。素晴らしいですね。ナナちゃんの自由意志を尊重してくれるポーンたちです。あ、そっか、入る前、ちょっと前に、もう、あ、NPC の CPU 負荷、そう、なんかそんな感じで言ってた。こうしてみると我々の職は全て異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから。補完し合える良い組み合わせでは。疲れちゃう。そうだよ、あえてね。あ、ここは何？これは何だろう。あ、ここ野営地とかでなんか売ってんのかな。そう、こうか。やっぱ村だよね。なんか買うなら村だよね。戻っとこう。そう、なんかさ、またあそこに立像が見えますね。行ってみてそうはなさそうですね。
食べらせてくれない。前もさ、一番最初にやった時も、村に入った時だけ、なんかね、画面がね、ちょっとカクつく感じがあったんだよね。そこを探れば、素材を得られますよ。せっかくですから、探ってみては。マップが四国地方の形みたい。あ、四国ってこんな形なの？これ？ごめんね、私。全然、地図とか。ビビってるよな。あ、やるの？もうこういう感じなの？雷の力の付与、お任せを。これは？どうした？行ってくれ、みんな。その程度じゃ。これだ。門を務めるからです。大したことない。しっかりしてください。ちょっとやばい、やばい。喋るの忘れてた。みんながやばい。ヘルプヘルプヘルプ。わかりました。すぐにお助けします。あ、ちょっと待って。大丈夫？待って。待って。待って。これ。これ。ちょっとぐったく、これ調べよう。見せてやろ。一緒ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。歩き続けボロボロじゃん。回復魔法を唱えます。少しお待ちを。さっきさ、バッファローみたいなのにさ、どこ行くんだろう。この牛舎はベルンワース行きだよ。え、ベルンワースに行こっか。じゃあベルンワースに行くわ。料金は先だよ。待って、ベルンワースってどこだ。ここはメルベでしょ。こっちの方がベルンワースかな。あ、こっち行った方がいいね。ここ近いからベルンワースに行ってもらおう。グダグダしてる。この牛舎はベルンワース行きすまないが、前払いで頼むよ。これ 100かな。あ、セーブしてからの方がいいか。100だね。セーブしてからの方がいいね。いい加減にしろ。全然ダメだね。立ってセーブして、この牛舎は乗っていくなら料金は先だよ。お願いします。セーブした。そしてそっと目を閉じた。落ちないといいな。もしまた落ちてしまったら、ちょっとしばらく街は諦めるしかないね。目的地に到着しましたね。おい、あんた、ちょっと頼まれてくれんか？いいよ。とにかく話だけでも聞いてくれ。悪い話じゃないんじゃ。いいよ。長くいなければ大丈夫なのに、話しかけられちゃった。このぐらいなら大丈夫かな。わしは、牛舎便の運営をしている、ドノバンというものじゃ。牛舎便って言うの？あ、どのバンさん。魔物のせいで中断しておった、メルベとの定期便がようやく再開されることになったのは知っておるか？知らない、知らない。じゃが、魔物が完全に消えたわけではないからの。砂が見きそうだけど。前のように牛舎が安全かどうか、わしとしてはそこが心配でな。何？道中見つけてくれみたいな。そこでじゃ、あんたには実際に定期便に乗ってみてほしいんじゃ。ただでいいのね。証拠代わりについでにこれを届けてきてくれ。警備団のグレゴル殿の奥方から預かった手紙じゃ。手紙ね。牛舎でメルベまで行き、手紙をレンナルト殿に渡してくれるか。オッケー。レンナルト。
じゃあ引き受けましょう。助かったぞ。手紙を届ければいいのね。あんたなら大丈夫だと思ったんじゃ。ギッシャ。ギッシャが出る時間は決まっておるから、少し待つかもしれん。なーに、停留所で座って待っておれば、すぐに来るわい。念のため言っておくが、ギッシャに乗るときは運賃は先払いじゃからな。お金やっぱかかんの？払う前にギッシャに乗り込んではいかんぞ。あ、お金払って言ってくれって言ってんの？ギッシャには護衛のために腕利きの兵士が乗っておるからな。客がおかしな真似をすると彼らの出番というわけじゃ。大丈夫じゃとは思うが、ただ乗りなんてバカなことは考えるでないぞ。100ゴールドちょうだいよ。注意点は以上じゃ。では、牛車を使い、レンナルト殿に手紙を渡してきてくれ。おっと、そうじゃ。運賃として前金を渡しておかんとな。分かってんじゃん。どの番。手紙を届けたら戻ってきてくれ。ただじゃないんだね。これを届ける必要があるようですね。あ、ヒロさん、コーングマ、ありがとうございます。今日もゆっくり見ていってください。今日はね、2、3時間やります。ラスビさん、コーングマ、今日も楽しんでいってください。そうだよ、ケチだからね。ナナちゃんケチだからね。これなんか洋服とか、これ兵装？兵装って何？どれかな？どれかな？行ってみればいいか。じゃあちょっとこの兵装。このさ、マーカーちょっとさ、めんどくさいよね。こいつは便利ですね。この人かな？ね、この A と B のやつ変えてほしいんだけど。柴犬さん、コングマ。ここは病院兵装。使いやすい防具をお求めなら、防具戦いで勝ち残るなら、まずいい防具を着ることだ。着る。そこをケチると早死にするからね。買う。これは種族によって違うのかな？あーちゃあー。シーフ。あ、シーフ。どうやって見んだろう。種族。待って、値段はどこに書いてある？BGM ないとちょっと困っちゃったな。あ、1万。高いじゃん。一番右のこの 3350G っていうのが値段ね。ゆうさん、こんぐま、みんな来てくれてありがとう。え、これって別に関係ないの？あれは、種族は関係ないの？これはなんだろう、飾りを。ちょうど見えないんだよな。地にした方がいいのかな。ここでいいか。もう。あ、関係なさそうだね。これ頭隠したりできんのかな。防具の制限は大体関係なさそうに見えるけど種族は関係ないんだ。ジョブで着れるものは変わるけど。あ、種族じゃない。ごめん。ジョブの話してるの。ジョブのこと言ってんの、私。
頭隠したり、ケツ出したりできるんだ。ケツは出さないよ、ナナちゃんは。頭、隠さないのがいい。手羽関係ある。それはどこ、あ、ほんとだ。わかったわかった。見えた見えた。私のマークは、これか。これか。これか。ありがとう。わかりました。ここね、ここ。で、これ見えてる？これね、これ。ここ見るのね。はるまきさん。あれ、はるまきさんだからね。え、ケツ出してほしいの？各社にケツ出してほしいの？これがいいかな？これの方が高いね。これまず買ったとするじゃん。1でしょ？で、次服は、現在さん使えそうな勢い。この辺は、あ、ちょっと、強いけど、こっちの方が強い。パンツ1枚の人ちょこちょこ見ます？これかわいいじゃん。あ、これ、これはさ、これこれ、これも結構上がってるね。お金なくなくなっちゃう。どっちそれ。あ、でも着れるのはこれか。これ。この二、あ、あとこれか。この中だったら一番、露出度が高いのはこれだね。で、次、靴。これは全部の人が履ける。91。こっちの方がいいな。あ、これ。一番いいのにする。これだな。まだ買える。あ、ケープ？ケープとかもあった方がいいの？せっかくさっきの服なのに？ケープも隠せんのかな？あ、これは変わんないじゃん？これだけ一個上がる。いらないね。あ、マントつける？でも、防御力が1上がるだけだね。いらないね。これはいらないわ。で、リングは、露出に反応する。え、これは何？これ持ってるね。これつけてんのかな？このさ、今さ、右のところにさ、これね、これ見えてる？このカーソル見えてる？これ1って私持ってますよってことだよね。マントはロマン。でもマントしちゃったらお尻見えなくなっちゃうよ。お尻出すの出さないけどさ。え、じゃあ2300かな？一番いいのだと。この頭もこれにしたんだっけ？うん。今ある中ではいいやつだね。じゃあこれ買います。どうやって買うんだ？持ってるってこと。で、それをつければいいってことだ。あ、シーフなら、スタミナ使って無敵になる技？どういうこと？そういうことだよね。そういうことだよね。え、それは、防具には関係ありますか？それとも技の話ですか？どうやって買うんだい？あ、生産画面へ。全部、ななちゃんが、います。気がついたら出てるものです。購入する。みんなはいいよね。ナナちゃんだけとりあえず。強化とかもできる。あ。チーフ防具いらないかもって話。あ、なるほどね。え、でもさ、なんかちょっと技がないと、
スタミナ使うってことは、装備軽くしとけってこと？え、もう買っちゃったよ、みんな。とかのチラチラ。確かに、見えるか見えないかの方がちょっといいかもしれないね。あ、借りてきたポーンに、逆は逆は、借りてきたポーンが着てる装備を奪い取ることはできないの？逆に。カジキのを持つ特定の店舗では武器の強化が行えます。強化には素材と費用が必要です。真のレベルや戦闘スタイルに応じ強化を検討しましょう。あ、できなかったんだ。OK。気をつける。そう。ちょっと難しいけど、これは今見なくてもいい？これなんていうの？家事でいいの？家事。家事様式。家事を行う場所により家事様式が異なります。全般平均強化。威力重視。魔法攻撃力の増強など。様式により強化の仕上がりが変化します。どの武器をどの様式で鍛えるか。自身の戦い方を、じゃあ、武器は強化したいけど、一旦ちょっと離れようか。また来てくれよな。じゃあさあ。いい買い物ができましたね。それなりの出費になりましたが。納費ではありませんよ。周到な準備を心がけています。昔だと無敵になる技あったから防御アイテムが大事だった。となると、あ、でもさ、今さ、シーフだから、もし防具いらなかったとしても、他のジョブに変えた時にこの防具は使えるよね。いらっしゃい。どう？ご用は？でもその時になったら、その時のいいやつが変えるようになるのかもしれないね。そうか。これ頭隠す。頭見えなくしたいんだけど、オプションかな？眩しいでしょ？まだね、覚えてないから。でも、シーフはスタミナ、あまり重くしない方が、いい、かもしれないってことだよね。で、武器の自動、かな。どの辺だろう。頭装備。こういうとこじゃないのかな？これ英語なのちょっと困っちゃうな。この辺かな？もしなんかそれっぽいの見つけたらみんな言って。ないね。ないの？まあ、あると勝手に思い込んじゃってんだけど。あ、勝手な思い込み？思い込みなんだけど。これさ、なんかそういうのなさそうだね。なさそうだね。あれ、ないの？ないんですか？いや、もう全然。顔めっちゃ隠してるけど胸元出すみたいな謎の本当は見せたいけど見せられないみたいな。ベルモント軍の話でしょうか？そう、後期の下地で軍組織の入れ替えがあったと。そうなんだ。頭そびつけてないんだ。見ていきますか？ないんだ。ね、せっかく可愛い服着てんのにさ、なんか可愛い。そっか、頭装備つけないと。でも買っちゃったからな。ロードするか。やだ、なんかやだな、盗賊っぽいな。見ていきますか。じゃあ頭装備やめよっか。頭以外つけとこっか。私も顔はちょっと出したいな。ちょっとロードしてもいい？ごめんね、みんな。
ロードするにはどうやるの？セーブせずにタイトルに戻る？どこからなんだ。一回ちょっとタイトル戻るね。あ、非表示できない。直前から再開はどこかな。そうなんだ。できないんだ、非表示。じゃあ、かぶらない。どこ続いて、次を目指しましょう。よかった、よかった。近場を優先して目指します。かいこかいこ。行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。ここからは近いようです。ここはビョルン兵装。あ、いらない。使いやすい防具を求めなら。なんならいらない。戦いで勝ち残るなら、まずいい防具を着ることだ。そこをケチると早死にするからね。あ、そっかそっか。めんちゃ、ありがとう。めんちゃじゃない。また頼むよ。武器を。どうです？じゃあここで。ここは戦いで勝ち残るなら、まずいい防具を着ることだ。そこをケチると早死にするからね。これね。で、武器はどこに売って、ここに武器売って、この人は武器は売ってない人？あ、こういうアクセサリーとかは買ってもいいけど。ありがとう。また。武器はどこですか？武器屋はどこですか？早くしないと私。慌てて買い込まないこと。ここでは各種武具を取り揃えてるよ。見てってくれ。ありました。これどうなってる？あ、ちょっと待ってね。どうしようかな。コメントが邪魔。弱くなっちゃう。意外といいの使ってるのかもしれない今。吹き飛ばし力が、ね、今の方が良さそうだね。あ、今のでいいじゃん。オッケー。これも一緒でしょ、言ってること。あ、一番の装備か。オッケー。これを、違うっぽいよね。絶対違うっぽいよね。なんか、遠い町、遠くに行けば行くほど、いいもの売ってそう。そしたらその都度また強化していく。これを、何これは？3回、ちょっと強く、重量重くなっちゃうけど、あ、軽くなるんだ。重量軽くなって、攻撃力上がる。あ、じゃあこれやった方がいいってことだよね。じゃあ、待って、いくら？値段書いてある？費用、あ、ちょうど費用のとこに。これ邪魔ですね。200、あ、やっちゃおうやっちゃおう。これ3回できるんじゃない？で、もう一回。あ、汚れた金歯。汚れた金歯が必要みたい。誰か汚れた金歯。してる人いないですか？あるの？あるんだ。ちょうだい？ちょうだいそれ。銀歯？銀歯か。でも汚れてるんだ。あ、この辺もさ、強化すると軽くなるんじゃないの？今着てるやつも強化すると軽くなる。何気にみんな、銀歯が。金歯が欲しいんです、私。じゃあもうこれしかできないね。とりあえずこれでいいか。これ安いからさ。この野営のベストとかも強化しちゃう？なんか安いよ。
いっか、やっとこやっとこ。待って、ちょっと怖い。どちらか成金の方。11、あ、これがちょっと高いね。見た目もいい装備手に入れたら全部。あ、見た目もいい装備か。やっぱ今のままだとちょっともったいない？すぐ変えちゃうかもしれないもんね。でもさ、これ11ゴールドと37ゴールドなら安いからいいかな。これは、これ、靴とタクレットはちょっと高いからやめたとして、この2つはさ、あ、野営のベスト自体が安いの？あ、野党のベスト、野党のベスト。野党って読むのか。野営、野営ってなんだ。え、じゃあどういうこと？安いっていうのは、アップグレードが安いんじゃなくて、もともと安いってことね。え、どうしたらいいかな。待って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 。売ったら強化分くらいは戻ってきそう。安いから強化。あ、読んでみましょう。あ、したらってこと。オッケー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 。買い替えなくていい？ここでは各種武具を取り揃えてるよ。見てってくれ。ダメ。で、あと、あ、これできるけど、88か。これは、うん、あれ、ちょっと待って。探検家のブーツ、こっち今履いてんじゃないの？あ、ブーツ、あ、ブーツか。これは、タイツか。あ、なるほどね。何？アークテリクスと、なんとか、とかでもいい。何それ？これできるけど。止まらないけど。高くなっちゃうな。これも今つけてるから、やっちゃおう。うさぎの毛が悪けど、184はちょっと高いな。うん。とりあえず今できるのはこれだけ。ちょっとそこ。え、ちょっと強くなったと。で、自分を。ここでは各種武具を取り揃えてるよ。見て。一番の装備。てくれ。なんかさ、今持ってるものは、うん。あ、あ、これは私のやつだ。過去のやつ。今日も頑張って仕事しないと。めっぽいしいな。見ていきます。そしたら落ちないね。大丈夫だね。ではこちらへ。ここでは各種武具を取り揃えてるよ。安いね。やっちゃおうか。浮き輪買ってあげて、どこに売ってんの？ 42 ならいいか。20。あ、ねえねえ。1番は装備買ってもよかったんだね。まあ、いっか。
強化しとこう。安いから。お得だね。そして軽くもなった。102。これは、防御力が、50ならやっちゃおうか。そのいっぱいあるしね。で、これってさ、銀行も反映され、銀行内のやつも、あれしてくれてんのかな銀行内のやつも、素材に入っ、素材見えるようになってんのかな。攻撃100で、これ強くしとく？あ、強化がおすすめなき、確かに。値段的に。違えちゃった、銀行。銀行は。あっちだったわ。あっちってか、あれだったわ。この辺、どうする？いいか、こんぐらいなら全然、やっちゃおう。うさぎの毛皮は、ないから。もうできるのないからね。私、自分のやった方が、自分のやった方がよかったね。どうしよう、これやった方がいい。これはなんかずっと使いそうだよね。サークレットとか。倉庫、宿屋の倉庫。やっちゃった。軽くなるしね。すぐ溜まりそうかな。あ、確かに素材が大変そう。やっちゃおっか。1176円。これだけちょっとみんなに聞いてもいい？これもったいない？これケチってない？これやるのはケチってることにはなら、ん？これやらない。これぐらいのだとやってもいい？やっちゃう？やっちゃう？やれるものをやっちゃう？これで限界だな。あ、全部ケチってないと思う？ありがとう。あ、序盤だからやれるのはやっちゃう。了解。ありがとうみんな。心強いよ。そしたら宿屋へ行きたい。これなんかさ、あ、素材の方が足りなくなりそう。あ、ここ、ここ。ここでしっかり稼ぐ。いらっしゃい。ご用は。あ、次元を出していくか。ある住民づくりについた話を思い出しました。うんうん、ああ、ベルムント軍の話でしょうか。そう、後期の下地で軍組織の入れ替えがあったと。いっぱい。いらっしゃいませ。こちらはシャキールの宿。するもんね。ベルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを癒して差し上げましょう。一旦預ける。いや、引き出す。なんかさ、あ、ここに入れとくと腐らないかな？もしかすると。あ、この指輪だ。これなんだ？これ何？ちょっと。これさ、一番に持たせればいいんじゃない？あ、一番ヘビになってる。うんうんうん。OK、大丈夫。
あ、じゃあ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 、どうしたらいいん、ちょっと、え、一旦じゃあ、ちょっとわかんなくなっちゃうから、全部預けるわ。必要なものだけ、無駄なことする。馬券さん、おつぐま。了解です。ありがとう。これ一緒のやつかな？そうだな。で、右下に説明が、これさぁ。そうなんだよね。見えないんだよな。一回セーブ、OK、了解。みんなちょっと待ってね。ありがとう。ちょっと待ってね。コメント、私がさ、見るコメントがさ、画面内に入っちゃってるからさ、位置がさ、ちょっと言い方、コメントはね、大事にしてるの。だからそれを、困ってんの、今。いらっしゃいませ。誤解される言い方しちゃった。ベルンワース随一のもてなしでお客様の疲れを癒して差し上げましょう。モニターは買わないんだけどちょっとまあ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 いつか買うから。そうだよね。こういうこと言うからみんなそういうふうに思っちゃうんだよね。あれ、この石持ってんじゃん。じゃない？見えなかった？見えなかったか。見えなかったじゃないよね。で、これを一回預けて、引き出すときに、でさ、この人は何も持っていない。深井さん、はじめまして。ポングマ、今荷物整理してます。つまらない絵がちょっと続いております。ほら、これ、汚れた金歯あるよ。あれ？なんで？一個じゃダメだったんだっけ？ナナちゃんに汚れた金歯。やっぱ手元にないとダメなのかな、素材は。あ、3個だった。だからか。じゃあ、いいか。あ、3分の1になってた。了解。ありがとう。みんなありがとう。でさ、ちょっと今全部入れてしまったけどさ、1番にこれを引き出して、あ、このマークついてるやつ何なんだろう。なんか作れるものは全部作ってしまいましょうか。あ、1番のとこで作っとこう。ケムリさん、コングマ、面白いです、ドグマ。わからないことはたくさんなんですけど、楽しみながらやってますよ。
だ手探り状態でずっとやってます。この辺も素材こういうのも素材かな。これで調合する。あ、ここでできんじゃん。待って、ちょっと待って。して。預けよう。操作が。一人で混乱しております。あ、倉庫ケースのケース。算されるなら全部預けてもいい。うん、確かにお肉とかもさ大丈夫かな。で、調合も倉庫からできるっぽいからやってしまおう。これ何？ランタンオイルで、うん、調合する。これを、なんかちょっと分かってないんだけど。あ、これを、毒抜き。何が大事なのかがさっぱり分かんないけど。あ、オッケー。それは、なんとなく分かる。ありがとうございます。お魚何かにランタンオイルになるんだ。あ、もう腐ったお肉は使えないんだ。暗かったりする。きつっ。5時間はきついね。これ何？ちょっと一個作ってみる？この辺いっぱいあるから。どれがいい？いっぱいあるから。なんかできたね。これは矢は今はいらないから、これは腐るもんじゃないし、あ、お魚、このお肉とかは、入れとこうか。なんか結構さ、倉庫もさ、1000入れられるのは、あっという間かな？ 1000 なんてあっという間かな？これは、遊び中は預けることができません。また来てくれよ。はい。で、装備する。これ、アップグレードしちゃったのね、もったいないね。結婚指輪は左だっけ？ななちゃんも、1番と結婚したことにして、左手に装備しとこう。で、この持ってるやつを、いらっしゃいませ。ベルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを癒して差し上げましょう。預ける。この辺は、いるのかい？今はいらないのかい？あ、スタミナが非常に大きく回復する。こういうの持っといた方がいいかな。でも私、使わないんだよな。持っとこうか。状態異常を解消する。ランタン、ランタンオイル。こういうのも、じゃあ取っとく？
これこれこれ持っとかないとダメね。で、とか急いでファッファって使える時が来るかな。こんなもんかな。あ、これも入れとかないと。ありがとう。ごめんね、ちょっとこの画面が長く続いております。もう少々お待ちください。渡す、一番に一個渡しといて、ね、これはさ、このさ、アルンワースこれを所持していないと町への侵入に不具合があるようだっていうやつなんだけど、これってさ、一番が持ってても大丈夫かな。私装備できないんだ。ん？ちょっとこれは私のやつじゃなかった。いらっしゃいませ。ベルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを癒し、まあいいか、差し上げましょう。ありがとう。金とは、どこかで会ったかな。いらっしゃいませ。ベルンワース随一のもてなしで、お客様の疲れを癒してさ。うん、6王中は体力、これはちょっと持っとこう。大きく、スタミナ。一番に持たせればよかった。仕上げましょう。ありがとう。かな。あ、いらっしゃい。お待たせしました。食い物の匂いがするな。何もしない贅沢ってやつ。どうです、見ていきますか。それにしてもすごい食。ここでは各種武具を取り揃えてるよ、見てってくれ。で、一番のこれ、これはしごが使えそうです。うまく利用しましょう。これな、どこにあんの。はしごが使えそうです、うまく利用。あ、びっくりマークだっけ。びっくりマークが出てんだよね。さすがにこれは。ご用は。
してみるね、はしご。一休みしていこうかな。何か面白いことないかしら。そうだ、誰も手伝ってくれやつとあればいいの。自分にお疲れ様って言いたいわ。それにしてもこのさ、左下のちょっとありがとう。ありがとう。終わるの待っててくれたんだね。二回した。ん？あそこの部品はどうなってるんだろう。この上にはしごが。なんじゃね、お客かね。心配しすぎる。ただ、ゴーってやっても。続いて次を目指しましょう。こうなっちゃう。ここから近いところに向かいます。行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。待ってたよね、ちょっと長引いた。ここからは近いようです。どうです？何をゴーすればいいんだろう。それにしてもなんかね、難しい、なんか分かん、あのやり方はあるのかもしれないけど、私ちょっと気づいてないかもしれない。どうなってるんだろう。いらっしゃい。模様は左下の丸の地図あるじゃん。地図にびっくりマークが出てるところにはしごがあるみたいなことは教えてもらったんだけど。そちらに行くんですか。それなら案内は中断いたしますね。はい、お願いします。また案内を再開してもらうとして、今は各社様の自由意志を大切にしましょうか。めっちゃ言ってくるじゃん。自由意志を大切に。できたポーンたちだ。なんか落ちそうだね、なんか落ちそうだね、カクついてるわ。次に行きましょう。行きましょう。ここから近いところに向かいます。行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。ここからは近いようです。あ、ちょっと待って、寝なきゃいけないんだった。どっかに。おい、この装備も新しくしたいな。この仕事もいつまで帰るかな。迷うわ、どうしようかしら。あったあったあった。せめて今夜はいい夢見たいわ。ついてきてください。客が来なきゃどうにもならないからな。よし、行きましょう。あ、セーブするね。今ここに向かおうとしてます、皆様。牛舎ですか。うまく使えば旅が楽になりますよ。歩き続けるのは疲れますからね。そこを探れば素材を得られますよ。せっかくですから探ってみては。どこだよ。もううるさい、うるさいとかなっちゃう。どこのこと言ってんですか。あ、これね、これ、これね。素材となるものを入手しました。慣れるまで大変だ。後々役に立つ場面があるでしょう。優しさなんだろうけど、わかんないんだもん。何か始めたい気分ね。袋も時にはないでさ。気がつくと長いしてるわ。私の後に続いて。優しさは優しさと思わなきゃダメだ。バブリンがいます。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。ここは私が守るの。
付与します。あ、確かにそうかも、そうかも。いいじゃん、一番もなんかキラキラしてる、みんなキラキラしてるじゃん。戦果としてはまずまずでしょうか。常に向上心を持って臨みたいものです。お、この二人も戦うの？全然見てないけど、ね、体力大丈夫か？いけたね。こちらですね。行きましょう。どちらで、あれ、どこだ、あ、どこだ。絶対一番落ちないで。マジックアローってな、あ、そうだ、ねえ、スキル。こうして見ると、我々の属性は全て異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから。スキルをさ、それぞれの持ち味を生かしていきましょう。習得しようと思ったの忘れちゃった。なんかいろいろやってたら。セーブしました。聞こえた、誰かのセーブしようが聞こえた。なんかやばいぞ、どこ？雷の力を付与します。セーブのやつ、あ、いた。あれどうする、どうする、みんなセーブして戦う。今体力ある方だから。よし、行くぞ。みんな行けるか？大丈夫か？無理かな？あの人、レベルとか見れないの？あ、いるし、仲間いるし。あ、仲間をさ、ちょっとヘルプした。あ、ヘルプじゃない。ちょっと待って。
調べる。やったやった、やっぱこの子の、ついてきてください。あ、はい。この子の弱点は目玉なの？そこに何かありそうですね。とにかく調べてみなければ。あ、そっかそっか、登ってる時に技であるかもしれない。 LB 押せばいいのかな。 LB 押して、LB 押して、あ、違うな、 RB。 あ、何だこれ。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。私がお守りします。これ何？こんな魔法の弱点ピオリスに大手振りを。どうなの？合ってるのか？各社様との連携しっかり務めました。ハイタッチゴー。あ、待って、回復しよう。今は特にお助けできることはなさそうですね。私は支援行動を重視し、常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。なんかなってるかな、なんか分かんないでやってる。なんか喋り出したけど、あ、この人雇う人、今は同じかと思っちゃった。この人が喋ってるのかと思っちゃった。よし、おう。はい、直ちに。やっぱさ、弓はさ、続いて次を目指しましょう。しか、弓はさ、危険だね。近場を優先して目指します。行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。ね、ちょっとなんか、ここからは近いようです。あの人たち、ちょっとみんな、みんな、何、どういうこと。言い出した。あ、ここなのね、目的地は。そこから調合素材を採取できそうです。じゃあせっかくですから探ってみては。探らせて、あ、これ私の背後に。あ、近くに敵がいる方優先で通っていこうとするのかな。あ、一番やるじゃん、一番強いよ。うん、だったわ。はあ、ちょっと待って。もう笑っちゃう。面白い。面白すぎですよ。こっち？なんとなくですが、パーティー構成といえば、私がいた異界では女性ポーンばかりのマスターがいましたね。みんなでさ、うつ伏せになってて、あ、やばい、これやばいかも。いい攻撃ですね。ちょっと待って。
強い。この人たちが強い。やばいかも。回復を。私がお手伝いいたします。お願い。大丈夫か、みんな大丈夫。そこが弱点なのか。もうちょっと。こんなに消耗するとはいかんです。この経験を次に生かしましょう。ちょっと次に生かしましょうって君も体力半分しかないじゃないか。待って、野営地ないの。野営地生かせてないんだよ。野営地ないの。野営地順当すぎてややつまらない品でしょうか。そうそう、いつも価値の高いものばかりじゃないので。選手交代。ちょっとね、あ、ここに行きたいんだけど、こう道はこっちか。次に行きましょう。行きましょう。ね、待って。近場を優先して目指します。うん、お願いします。なんか、の輸送部隊はベルムーの案内人が変わりました。ここからは近いようです。負け続けに成功ですか。仕方ありません。やりましょう。いいぜ、承知しました。え、このまま野営地ない状態で行ってしまうのは危険だけど。私の異界知識としてこの近くの宝箱まで案内しましょう。え、よろしいですか。あれ、お願いします。何、ポン、ご命令活用、ポンの指定の返答、案内しましょうか、協力しましょうか、ポンから提案がある。提案があるときに、ゴー命令を行うと、なんだって、さっき、春巻さんが言ってたやつ、直後にやらないとダメなんだ。ポンの先導や協力行動は冒険。私が先導します。もう道に迷う心配はありません。あ、そうね。やっとわかりました、使い方が。その岩、動かせそうですね。何人かで押してみるとか。動きますかね。あ、誰か押しますか。選手交代できるけど。今私はレベルいくつ。あ、でも登場中のポーン、私が今、あ、16だった。あ、じゃああげよう、あげよう。これさ、え、やっぱさ、魔法がいいな、弓より。あ、一番が16。あ、ちょっと待って、見てみる一回。どこ見ればいいんだ。あ、13。あ、13です、13。でも今12の子だから。そういえばこんな話をご存知でしょうか。13だった。じゃあ13で、これどうやってあれできるのかな。こうやって探さなきゃダメか。あ、いるけど。うん。ね、弓より、ん？あれ？これじゃない。あ、いないか。魔法使い。いないね。
15からスキル充実するんだ。じゃあファイターもう一人、ああ空、これはどういうことなの？登場中のポーンっていうのは、やっぱ弓しかいないね。魔法使い、明治だっけ？これもさ、明治っていうのも、攻撃、魔法攻撃ってできるんだよね。ソーサラと明治はまた違うの？明治は、攻撃より回復重視っていう感じなのかな？ 13 の、弓。多分弓も、本当だったら私が守らなければいけないんだよね。私が下手くそだから多分弱々になっちゃうんだよね。なんかいないね。いないね。これは、変わる？あ、変わった。見るたびに変わるんだ。でもお金かかっちゃう。お金かかっ、あ、見てた。そういうの見てた。魔法使い盾にしようとしてた。ちょっと面白いね。面白すぎだよ。あ、19。で、これどうしたらいいの？あ、14。31ならこれで借りちゃう？それともレベル上がるのちゃんと、これ何回もやって、いいのが出るの待つ？ちょっとみんな、少々お待ちください。あ、三角で検索？三角で？どんな状態でだろう？もしかするとできないかも。登場中のポーン、うん。で、三角は押せないかも。15。町のリムストーンだったら検索できるんだけど、なんか、こういうところに壊れたやつを見ると、いつもこれできないみたいなんだよね。なんかそういう仕様みたいな気がする。ね、15。どうしようか。遠隔、あの飛んでるのが現れたら武器のために弓を入れてみたんだけど、あまりにも弓は難しいからやめるとして、明治？あ、じゃあソーサラーが欲しい。16。このマークね、このマークの人。あー、そっか、低レベルだからか。しょうがないのか。この子が悪いわけじゃない。でも、面白かった。あ、明治は低レベルでも。明治二人でも平気？明治ね、一人はいるの。あ、19。あれ？本当？これ、明治、これ明治だよね。で、
これがソーサラーだよね。間違ってる？逆かな？あ、スキニか。じゃあ、回復、攻撃も必要だったら、なんか一人でも十分、回復は、役に立ってるような気がするから、いった、もう12でいっか。え？目印をつける？あ、これは何？どういうこと？目印を外す。プロフィール。あ、違う！あ、そういうことか。なに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 ？なになに？びっくりした！ここでは借りれないみたいでした。どういうことなんだ？なんか使い方が分かってなくてごめんなさい。今のだとダメみたい。続いて次を目指しましょう。ここから近いところに向かいます。行方不明の輸送部隊はベルモントの東端にいるようです。ここからは近いようです。ここにビックリマークが。魔法の力で属性効果を付与します。私がお守りします。ここでの戦闘は避けたいところですね。助けたぞ。大丈夫？みんな大丈夫？待て！逃げられると思うか？やってるじゃん。仲間が水に濡れてしまいました。あ、なんか仲間が水に濡れてしまいました。いるっぽいんだよな。一番が園ちゃん、こんこんぐま。足場が斜面の時は注意を。我々も体勢が不安定になっています。かな。私がみんながボロボロだ。みんな野営地ないですか？この辺に野営地みたいな。もうこれ渡ったらいけるんだけどさ、一回野営した方がいいと思いませんか？皆さんどう思います？これ渡ったら目的地っぽい。渡ったところにあるかなね。お肉焼きたいね。あ、みんなお肉食べた？またあそこに立像が見えますね。行ってみて、立像はなさそうですね。食べた？あ、開けた。え、君、
何これ、あ、重い。え、待って、野営地の、なんか、拾ったけどさ、今持ってるやつとは違うのかな？同じっぽいね。さんに渡しとこう。あ、どうなんだろう？そっかそっか。そういう、なんもないとこでもできんのかな？タナちゃんに、あ、使うが選べないからダメかも。ライダーさん、コングマ。うん、コングマ。クマだよ、クマ。うん、ヤエチじゃないとダメっぽいね。そういうところは変えてもらいたいね。あ、ここが目的地でもやっちゃおうか。みんな大丈夫か？みんな死ぬなよ。ヘルプ。今は特に。積み荷を守れ！ヘルプだ！こいつらを蹴散らせ！積み荷に近寄らせるな！くそ！なんでこんな目に！荷物を守らないと。荷物を守らないと。あと1匹。惜しかったね。雷の力を強くしますか。どこ行った。え？さあ、みんな覚悟してください。覚悟してくださいって言って。あ、一番もレベル上がった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いけましたね。クリア、予定通り。ベルント殿に知らせる必要がありますね。その人のところまで案内します。じゃあ案内してもらおうかな。火星に感謝するよ。おかげでどうにか切り抜けられた。積み荷の被害も最小限に抑えられたようだ。うん、急に？あ、これストーリーの人なわけだね。じゃあ行こっか。ねえ、よかったな。生きてた生きてた。今見えているそれは何でしょう？とにかく調べてみなければ。この付近に宝箱があったのを思い出しました。異界で得た情報ですが、案内いたしましょうか。やってくんないな。案内してよ。わからないな、これ。案内してくんないかな。ちょっと難しいね、操作が。私の後に続いて。主張が、彼の主張が強すぎて。あ、このびっくりマークのとこだよね、きっと。まあいいか。野営したいです、野営を。またさ、どうしてそういうとこ行く？ねえ、君はいつも危険なところばかり。これは素材として使うものですね。後々役に立つ場面があるでしょう。ついてきてますか？こちらに行きますよ。はい、ついてきてますよ。そんな声は聞こえないはずですよ。あ、君、こちらですね。私の得意なのは所持品による回復支援です。
手持ちの支援品を使って各社様の危機を救えます。あー、優先クエストの案内はできないんだ。でもこの人、仲間の治癒雇おうか。で、女の子と交換しようか。こっち、12だし。で、次は、ソーサラーが出てきたら、ソーサラーにする。何が嬉しいだろう。魚。できることはやりました。悔いはありません。うん、よかったよ。これからよろしくお願いします。お願いします。よし。回復は。先導中ですが、そちらに行くんですね。一旦案内はこれでベルント殿に報告できますね。その人のところまで案内します。いろいろな意味で確かに。回復や支援は明治の本領です。明治ばっかりだな。私の働きにおま。明治じゃないんだよ。ソーサラーが欲しいんだよ。可愛かったよね、今の子。ついてきてください。スタミナが。弓でしょ。この人は一緒です。あいつなんと言ったかな。今ベルンワースにいるそいつはやる気だけはすごくてな。ちょっと違ったみたい。任務でも剣の雇える人じゃなかった。ちょっと夜になりそうだな。八重地とか。はそう、あ、明治なんだね。私は何より回復支援を得意としますので、自己判断で。何、字幕が反応してる？八重地がやえっちになってる？これは裏側からじゃないと壊せないですね。面倒ですね。裏側から壊せるってことですか？それは。そういうことか。平地じゃなくてセンシティブな言葉になっちゃったんだね、八重地が。あの虫が収まらないね。誰かが叫んでいるぞ。暗いね。自分にお疲れ様って言いたいわ。魔物が町に侵入した際は速やかにその場を離れ、身の安全を確保するように。そこを探れば素材を得られますよ。どこですか？出て損にはならないでしょう。あ、アンデッドって何？壊す価値はあったようです。ちょっと私の取らないで。まずいぞ、本当にまずい。報告に行く前に明るくしとこっか。
なことって。お腹空いたわ。夜食作らないと。何の仕事だろうが、明日は保証するね。作るも敵には大事さ。働かせるのも何とやら。呼ばれたキンバーザス？アンデット？あ、じゃあ夜とか、そう、夜しかいないやつが出てくるって、そういうことか。時間を焦らした方がいいかもしれません。あ、何？この時間帯は進行に不都合のようです。一度宿屋かキャンプで出直しましょうか。なんで？夜にとか言われてたっけ？あ、これ時間があるやつみたいだね。じゃ、これ、先に、行ってこようかな。いや、疲れてきたわい。まずい、ぼーっとしてしまった。ちょっとこのクエストやっちゃうね。悪いが、乗せられないな。なんで何、牛車の通行時間、牛、あ、なんだっけ、なんて読むんだっけ、これ。発車の、決められたように、大抵早朝に出発します。停留所で次の出発時刻まで時間を進めることが可能です。一社、さすが。一社。どうすれば。それで、はしごですね。移動に使います。5時間。うん。ああ、つい時間を忘れてしまう。え？乗る人いるんだ。この後の対応は。この牛車はメルベ行きだよ。あれメルベ行き？あ、そしてセーブだね。乗って行くなら料金は先だよ。メルベに行けって言われてないよね。待って待って待って。あ、メルベ向かい、あ、メルベ向かっていいんだ。しばらくこのままでいい。寝ぼけた目では役に立たん。この牛車はすまないが前払いで頼むよ。乗るよ。出発までちょっと時間がかかるみたいですね。人付き合いもたまに面倒よね。体力のあるうちに片付けしなきゃ。また全然進んでないのに。ちょうどいい。別件の要所が近くです。どちらを優先するか迷いどころです。そうだったそうだった。これを優先クエストにして。ね。ゴー。間違えた、ごめんなさい。ゴー。ゴー。誰も案内できないやつか。耐えられるはず。あ、セーブしておこうか。移動するたんびにセーブしておいた方がいいね。そろそろ引退かね。そろそろ。へえ。待って、どこにいんだろう。あ、ここだ。いるかな？あ、ここじゃないか。こっちか。この人かな？ノルベルトか？なんだ、違ったか。そうだ。あんた、俺の弟を探してくれないか？なんか違うこと始まっちゃった。薬草を探しに行くって森に入ってから帰ってこないんだ。俺が行ければいいんだが、その、森は危険だからな。魔物が怖いわけじゃないぞ。ただ、準備も足りないし、俺が怪我するわけにはいかないし。見たところ、あんたは強そうだし、多分森に入っても平気だろ。強いけど。頼むよ、
弟が心配なんだよ。作者なんだけど強くないんだよ。引き受ける。ありがとう。それで場所なんだが、どこなんだ、森に入って鳥の巣のある木を曲がって、そしたら崖が右手にあって、覚えるのかな、森に入って島の巣のある木を曲がって、そしたら崖が右手にあって、いや、ダメだ、体では覚えてるんだが、ダメだ、言葉で説明するのは難しいな。ね、されても私も理解できないと思うんだ。あのルートは俺ら兄弟しか知らないし、ちょっと君ついてきなよ。一体どうすれば、一緒に行こうか。よし、あ、そうだね、俺も一緒に行くよ。うんうん、ただそれがいい。ドラゴンの襲撃から森の様子がおかしいんだ。だから俺のことを守ってくれよ、頼むぜ。ちょっとお荷物が増えるってわけですね。命は預けたからな。ちょっと待って、救援に向かいましょう。待って、ノルベルト、先ノルベルト、あ、レンナルトの家。ほんとそんな感じだった。そんな感じだった。で、300いいもらって。待って待って、私はレンナルト宛ての手紙を届ける。これはノルベルト。ちょっと待って、レンナルトはどこにいんの、今の人。やることはたくさんあるからな。さすがに年かの。君、名前なんだった？ちょっと行かないで。どうしよう。どうしよう。とりあえずそっち進めるべきかな。どう？やだ。やだ。どうしよう。急いで帰ることはないな。ねえ、私の一番やってはいけないこと。一つずつ片付けていきたいのに。でもさ、この家の前にあの人がいたってことはさ、一個一個やろうだよね。レンナル、ノルベルト、あれ、ノルベル、今喋ってたのがレンナルトってことはない？まあまあじゃな。少し名前なんていうの？ちょっと待って、ちょっと待って、話そう、話そう。話そう、話そう、待って、待って。しょうがない、こっちからやろう。わかった。レンナルトは後にする。こっちを先にやろう。あ、でもみんな、や、やいち、あ、やいち、確かさ、やいち、近くにあったでしょう。一個一個やろうっつってダメだ。私やっぱり一個一個できない。この辺にやいちがあった気がするんだよな。あ、ここだ、遠いわ。あ、待って待って。もうやだ、もうやだ、どうしよう。一個一個。爽やかな一日となりますね。自分に恐ろしい。恐ろしい。森の中行くの恐ろしい。どうするしかの。とりあえず弓、弓、まず一つでやらなければいけないのは、あ、パン探せる。これで、そうさら。で、検索開始。あれ？あれ？あれ？いない？ねえ、ほんとだよね。あ、この子可愛いっぽくない？やっぱ可愛い子がいいでしょ、みんな。同じ、頭になんかつけてんだね。この子可愛いかな？レディー。レディーさん。私は支援行動を重視し、声も可愛い。常に各社様に寄り添います。戦いにおいては各社様の行動に準じます。この子なら何をやっても許されるパターンじゃない？あ、優先クエストも可能だ。じゃあこの子に決めます。お願いね。じゃあお別れしようか。で、ただなら、じゃあ
お肉でも食べて弓使いが必要になればいつでもお声掛けを。これからよろしくお願いします。聞かないでさ、ソーサラをさ、あ、違う違う、ソーサラじゃなくてメイジもさ、ちょっと体、あ、メイジもちょっと体の大きな女性、あ、この、あれ、この人、かわいいけど。各社様のお力になれること、誇りに感じます。あ、ちょっと大人な感じ。この方、やってみましょう。タガさん、コングマ、リンゴ。よかったよ。私の魔法支援はいかがでしたか。体調は万全ですか。ではよし、昇降用のはしごです。うまく利用しましょう。あ、これでまたはしご言ってたんだね。でもはしごあった。またこういうよそ見しだすと私は何をするんだか忘れちゃうやつね。何、先触れの塔な、先なんか貴重品があったりするんでしょうか。自殺の名所かな、こういう、あ、え、操作するいいの。協力いたしましょうか。私がやります。こういうので戦ったりもするのかな。あ、宝箱あんじゃん。あの宝箱を開いてみます。え、どうして私私の宝箱いつも取られちゃう。うまいましい、ただい、ないか、ないか。よし、じゃあ行こうか。あ、この下にいるっぽいんだけど。確かこの辺りにも立ち寄る場所がありましたね。どちらを優先するか迷いどころですね。途中に、途中で歩いてるときに、で、兄弟のやつね。知らんところだな。武器はしまってください。やっぱさ、街中で武器を出しちゃうとさ、そろそろ休みが欲しいな。疲れが溜まってきた。ダメなんだね。待って、ついてきてた君。おい、話がある。こっちに来てくれ。ちょっと待って、やだ。見ての通り復興作業中なのだが、どうにも人手が不足していてな。どうだ、手を貸してくれんか。へー、ありがたい。この恩は決して忘れんぞ。実は村の外にリザードマンが住み着いてしまってな。まだ実害は出ていないが、
近場だけに村人も不安がっている。でもこう受けたとしても先にやらなきゃいけないことがあるか。その問題を解決しておきたいのだ。村の入り口に火薬だろう用意してある、うん、あれを使えばリザードマンどもも逃げ出すだろう、うん、リザードマンが住み着くとは危険ですね。火薬だろうを持ってその場に急ぎましょう。ちょっと待って。まず兄弟のやつ。これは時間のマークないから、これ時間のマークあるから、これ先にやりたいんだけど、どうしようかな。これどういうことだろうな。まあいいや、先に。そうですね。クリアできるやつじゃないよね。待って、ちょっと待って、リザードマン。どこのこと言ってる？お？え？間違いよね。今いる場所は、私がいる場所はメルベ？いや違うよね。ここにいるんだ。あ、メルベか。うん、なんか意味がわかんなくなっちゃった。やっぱり、一個一個。なんかこの辺じゃなかった？こういうとこじゃなかった？さっきの。映像的には。あれじゃない？あれじゃない？火薬だる、入り口に火薬だるがあって。どこへ行くんだ？あれ、あれをやれって言ってんじゃなかった？失敗ばかりで嫌になる。いいや。いいか。まあいいだろう。うん。わかんない。もう時間がね。私が拾います。拾っといて。ノルベルトはこの道を通った。この人はイアン。まあまあですかね。持っていて損はありませんが。そうそう、いつも価値の高いものばかりじゃないので。結構大変かな、こう次から次へと。一回なんかやるだけじゃ終わんないやつかな。この辺りは平和なようですね。何事もないに越したことはありません。多分この人身長一緒だわ。ここなら安全だ。少し休憩しよう。休憩しよう。ここで弟と一緒にキャンプしてたんだ。うん。弟もきっとここで休んでいったはずだ。うんうん、まだ日は暖かい。じゃあご飯にしましょうか。皆さん、腐りかけの獣肉でいろいろと増加して、音もいいよね。これ一人一個もらえるのかな。食事の後はすぐ眠くなりますね。寝ましょうか。良い冒険は良い眠りあってこそですよ。さりげなく先に進もう。ノルベルトも危ないかもしれない。参加してる。肉いいね。朝まで休みましょう。なんか違うパターンも欲しいよね。皆さん、おはようございます。やることはたくさんあります。さあ、冒険再開です。
先に進もう。ノルベルトも危ないかもしれない。行ってくれ。ゴー。あ、ね、これなんだろう。こんなにいらないよね。いるのか、このさ。一番も重くなっちゃう。これ、なんかさ、いらないよね。こんなに。出ると消えるんだ。そちらは目的地から離れますが。わかりました。案内はやめましょう。各社様の意向に従いましょう。道案内はまた後ほど。敵ですね。今の体力は十分。おい、油断は禁物。警戒を。やりますよ、各社様。油断対策。誰の技ですか、今のは。得るものがありました。この氷の力で属性効果を。強いじゃん。すべて見えなくなるけど。よかったね。アクシャ様、私が助けに行きます。助かるぜ。これがかわいい。あ、ここなんだね。なんかこれ結構時間かかりそうだな。そこから調合素材を採取できそうです。取っといて。出て損にはならないでしょう。誰かいないのか。あ、いたいた。ノルベルト、大丈夫か。ノルベルトが危ない。敵が逃げ出しました。戦えません。ダメかと思ったよ。兄弟っぽいぞ。危ないとこだったな。気分はどうだ。そっくりじゃんか。もう大丈夫だよ。助けてくれてありがとう。すまないノルベルト。俺がもっと早く来ていれば。いいんだよ、こうして助かったんだから。ねえ、これ急がなかったら死んでたかもしれないね。そろそろここを出ようよ。村に戻らないと。急がないとね。薬草を必要な人に届けてあげなきゃ。ああ、そうだな。優しそうな声してんじゃん。行こうか。対象を危険から守りつつ行きましょう。あ、なくなっちゃった。危険から守りつつ、オッケー。メルベまで。ノルベルト殿を見つけましたね。メルベまで戻りましょう。はい、案内お願いします。私がそこへお連れします。感謝します、先導をよろしく。ちゃんとついてくるんだぞ。なんかさっきより戦いやすかったよ。私の後に続いて。やっぱレベルが上がるたんびにフォームを変えていかないと敵
気も強くなってるから大変になっちゃうんだね。うん、いい感じだった。みんなが強い。各社様、こちらですよ。片付けていくでしょ。そしたらこれが終わったらレムナントじゃなくて誰なんとかっていう人のうちにお手紙届けて、そのお手紙を届けるのは時間帯が関係あるのかな。あそこの家誰もいなかったもんね。ついてきてください。私は採取より攻撃行動を優先し、いいえ、やっと戻ってこれたか。疲れたね。悪い印象持たれなかったかな。すぐに戻るよ。ああ、頼んだ。気をつけてな。俺も行かないのかって。もうあいつ一人で大丈夫だろう。あいつが薬草を取りに行くと言ったとき、俺は反対したんだ。最近の森は危険すぎるってな。実際それは正しかった。それで俺がうじうじしてる間にあいつはいつも俺の先を進んでいく。いい勉強になったよ。どんな結果でも動いた方が後悔は少ないってさ。ノルベルトを助けられて本当によかった。そうだね。俺がもっと早く決断していればあいつも傷つかずに済んだかもしれないんだ。やられてしまう結末もありそうだね。もっとしっかりしないとな。二度とこんなことが起きないように。ノルベルト殿のおかげでメルベも救われますね。こうして無事送り届けられてよかったです。お、終わらせられたよ。じゃあ次はね、違う、どうしよう。これ氷の属性を与えます。ありがとうございます。ゴー。何もしない贅沢ってやつ最高。さて現場に向かうか。しっかり直してやらんと。レッドがこいつに。一人一人見た方がいいのかな。ないか。急いで帰ることはないな。レッドがここじゃないんだ。ここに戻ってるじゃん。本当に助かったよ。弟のことだけじゃない。おかげでいろんなことに気づけた。もう二度とこんなことは起こさないよ。やったー。人助けできたよ。レンナルト。ちょっとセーブしとこうか。なんかカクつく感じがするな。はしごが使えそうです。こいつは便利ですね。違うもの置いてるのかどうか。どうです？見ていきますか。違うの売ってるね。このリングは、あ、
し増加、重量が少し増加するって。使っとこうか。少しってあんまり、少しってどんぐらいだと思う？体力が少し増加する。書いてあるかな？軽少しっていうくらいだから少しか。1グラム、1キロとかかな。またお待ちしてますよ。そうだよね。そのまんまだよね。あれ？捕まえてやる。誰か先に宝箱取っただろう。誰か。こういうのとかさ、あ、ほんとだ。渡すとかできないわ。ちなみに体力ね。よし。はしごってここのことだったんだ。危なかった。ちょっとどこかで時間を潰せないかな。旅で遠出をするのも良さそうね。いらっしゃい。ご用は。宿屋。宿屋は、これだな。これか？ここは宿屋だよ。まあ普段そんなに客も来ない場所だから一人でもなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？ちょうだい。お肉悪くなるの早いね。もうなくなっちゃったよ。なんかこれもらって、持ってる。うん。いや、これは、すぐやった方がいいのか？弓みたいの作ったぞ。
これは弓みたい。ないな。どう？なんだ今。これつけてみようか。どうせだから。毎度あり。時間進められないのかな。で、これを。いいんじゃないか。よしよ。一杯やりたいよ。私を頼ってくれるみんなのために備えないと。気を緩めてもここなら大丈夫ね。赤い椅子探し行かないかな。恋しいな。気がつくと長いして。あ、それか。先に塩やっちゃおうか。各社さん、はい。ものそばにいるととても安心します。そうですか。誰か案内いる人はいないのかな。お、かな。あ、やっぱここみたいだね。この人なんか売ってるの見せてもらおうか。最高の品揃えだ。なんか聞き覚えがあるな。最高の品揃えだな。ちょっと待って、これ。攻撃力が増加する。あ、よれみに効きにくく、吹き飛ばされにくくなる。この鍵は、なんか持っといた方が良さそうだよね。ありがとうな。今回は何も買わないんですね。店主は少し残念な顔をしていたかも。各社様は計画的なんですよ。ここみたいだね。やっぱり樽が入り口にあるって言ってたよね。リザードマンの末ねんナルトの、あ、え、レンナルトの用意した火薬ダルを投げ込む。あの声かけてきた人はレンナルトなんだ。で、レンナルト宛てに手紙を届けるんだ。ちょっと待って、あの人レンナルトだったの。急にどこで話しかけられたっけ、レンナルトさんに。君は？ああ、どうも。違いますね。なんかこの辺でレンナルトに声かけられたよね。あ、君かな？ん？私に何か用？あ、この人レンナルトだよ。覚えづらい。あ、ちゃんと届けられた。まさかの。この人がレンナルトでした。え、これ納品するって、あ、少々お待ちください。
へか笑いだね。よかったよかった。私、レンナルト宛ての手紙持ってないの？そうか。どういうこと？これだよね。え、こんなデカマントは何かあるの？偉い人、偉い人ってか。村の入り口の火薬だろ。ん？私に何か用か？あ、こういうことね。あ、で、納品する、こうか。失礼いたしました。おお、マルギット夫人からか。届けてくれたこと感謝する。なんかいい、グレゴル殿と仕事をした縁で、奥方が季節の折々に私の健康を気遣った手紙を送ってくれるようになったのだ。では成果報告に参りますか。そうですね。よし、じゃあ今度はリザードマンの末。樽が入り口にあるって教えてくれてたけど、村の入り口にあるって言ってたよね。ここら辺だよね。爆薬だる。爆薬だる。入り口ってここじゃない？この辺に爆薬だるがあるみたいな。もうちょっとここにいたいわ。あった、これかな、これだ。なに、アポーンクエスト、なんかあるみたいな。これこっから投げて届くかな。投げるわ。できた。あれを倒すまで。リザードマンです。この敵には氷属性が効果的です。各社様は水に濡れてしまいましたね。濡れちゃったの私。私もヒヤヒヤしてる。ちょっと待って。セーブできない。ちょっと戦闘中になっちゃったからセーブできなくなっちゃった。まさかこんな倒し方があるとは驚きですね。倒せたの？驚きです。あ、倒せたみたい。でもさ、倒したら多分氷属性の何かだよね。爆薬ダルで倒してないよね、多分。氷があったもんね。結果を報告する。今日はね、そうだよね。私やってないっぽい。何もないのが結局一番。終わったぞ。グレゴル殿と仕事をした縁で、奥方が季節の折々に私の健康を気遣った手紙を送ってくれるようになったのだ。そうなんだ。その話じゃない。いいぞ。リザードマンどもも怯えているはずだ。仕上げにかかろう。この毒壺を奴らの巣に落としてやれ。うまくいけば巣が安全ではなくなったことに気づき、リザードマンどもは巣を引き払うはずだ。間違っても毒壺を川に落とすなよ。村人の生活に関わるからな。しっかりと狙いをつけてくれ。頼むぞ。よし、村の入り口に毒壺を用意した。分かりづらいんだよ。それをリザードマンの巣に落としてやれ。あそこから落とすの無理かもしんない。気をつけて持っていきましょう。無理なんだよ、押し付ける。これ何か面白いことがしかもちょっと場所違うし。これくるっと回ってあっち側からやりたいな。失敗しそうだよ。ま
待って、セーブできてないよね。行くかな。ギリギリ？この辺？あ、なんだ、こういう感じだ。いい結果になりましたね。うん、褒められた。リザードもしばらくは近寄れないでしょう。やってくれたようだな。協力に感謝するぞ。このぐらいやってくれよ、自分たちで。実に見事なものだ。まさしく狙い通りだな。ありがとう。お前ほどのものならば、あるいはすごい、いつか我が技を受け継ぐことができるかもしれん。大したことしてないのに。さすがに気が早すぎるか。とにかくこれで村の復興作業も一段とはかどることだろう。お前の協力に感謝しているぞ。毒触らせ、触りたくないから。さすがです。無事任務を終えました。すんごい強そうなのに毒とか怖くなっちゃってんの。牛舎はどこからかな。帰りたい。今度は報告、ここで発生してるやつは全部やったから。楽しいよ。筋肉じゃ毒は防げない。確かに。あ、牛舎じゃなくてなんだっけ、牛舎はどこから書いてあるか。牛舎やめどきないね。次から次へとのパターンだよ。さあ、元気出していくか。うん、ずっとやれちゃう。逆にやることがなくなったとき恐ろしいね。こんだけやることあると。文字がありますね。確認してみましょう。内容を確認しましょう。こっちか、こっちかって戻ってきただけだった。戻ってきただけだった。リカも面白 い、 あのストーリーが分かりやすい。難しくない。だから私好きかも。単純でいい。ウィッチャーっぽいな。ウィッチャー3っぽい。しばらくこのままでいいか。一休みしていこうかな。おど。疲れが溜まってきた。ね、これさ、ギッシャどこ？なんかさっき言ったよね、ギッシャどっかに。時間じゃないから。もう止まってないのか。あ、ここだ。え、これか。こうしてみると我々の職はすべて異なっていますね。医者を待ちます。あれ、じゃあ乗らせていただきますね。この医者はベルンワース行きだよ。すまないが前払いで頼むよ。しょうがねえな。ギッシャに乗れば比較的安全に移動できます。気力と体力を温存できますが、安全かどうかは状況によりです。あ、そっか、安全かどうかは状況により敵が来たりとかもするんだよね。何もかもおしまいだ。その手あ、敵が噂をすれば。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。そしてこの一匹のために
困ったの？置いてかれちゃう。旧大天といえる立ち回りができました。これに慢心せず次に備えましょう。確かに。もう少し早くてもいいのにね。到着しました。この人ちゃんと乗ってるんだ。目的地に到着しましたね。あ、でこの人に、ね、また利用してみてもいいでしょう。おお、戻ったか。牛車の乗り心地はどんなもんじゃった？手紙を届けた。おお、そうか。わざわざすまなかったな。台湾のキャッチボールはしない主義なのかな。無事に運行できたのなら以前よりは魔物が減っておるのじゃろう。これで自信を持って営業できる。謝礼を受け取っておくれ。お、何くれるの？こうも長い距離の往復はやはり牛車を使うのが良さそうです。何を、せっかくあるものですし活用していきましょう。そうだね、必然的にそうでしょう。必然的にそうでしょう。じゃあこれ報告に大と、ここだっけ、この地域、あ、時間かな、ちょっと夕方にする。やだな、虫が湧いてる。え、こんな大きい。よし、油断さえしなきゃここは悪くない。名付けたら可愛いだろうね。夕方ぐらいになったらいいかな。あ、5000字もらってた？ありがとう。今の時間どうだったかしら。こんな場所が、こっちは使ったのに200字だけ。移動に使います。だけどうまく利用しましょう。はしごが移動に使えるって、どこに行くんだっけ。え、高場、ここだと砂が出ちゃう。じゃないか。ベルムントは昔獣人の国だったそうですね。そうなんですか。ただ今の住民はそのことをよく知らないようです。行ったー。じゃあちょっとメインを報告する。少々よろしいでしょうか。はい、また同じパターン。ここですか。あ、嘘、ありがとう春巻さん。マイナーズなんとかポーズ、これかな。あ、じゃああ、これかな。え、これどう、どうこれ、アップグレードしに行こっか。ほんとだ、お金増えた。ちょっとアップグレードできるか見に行こっか、後で。ね、素晴らしい。ありがとね、春巻さん。教えてくれて。1番に入れとこう。あ、1番は、やっぱこれが強いんだ。言いたいだけのやつですわ。よし。笑顔が見られる場所は好きよ。買い出しに行かないと。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。ポンたちかな。ポンたちなのか。あ、じゃあ次、魔物討伐について。討伐任務ご苦労様でした。民草の中でも陛下のお力で危機を脱したのは周知の模様です。よそうだね、この人。この酒場を訪れれば各社味方で助かる。足を運ぶ者も増えてきたようですな。これを積み重ねていけばリーサとて
陛下の存在を無視できるようになるでしょう。それとこれをお受け取りください。私個人からのお礼と思っていただければ。何花束かなんかくれんのかな。任務完了です。マントもらった。でマントもらった。しかも7000Gももらった。やばいやばい。各地の魔物排除は大変でしたけど、これで各社様の名前も少しは広まったでしょうね。楽しかった。はい、そうです。じゃあロマン今からつけるね。やったよ。もう 43,926 だいぶお金貯まってきた。じゃあ一応次のやつ受けとこう。あ、マント、いいじゃん。なんかスマートスマート。陛下が各社として名を立てられるよう、今はなすべきことをこなしていきましょう。じゃあ次は、次どれでも上からやってく。これなんかね、いい感じ。これなんていうの、後期のなんとかに、出てき、何一つ読めないんですけど。なんて言うんだろうな。後期の、これは、かなり危険な任務になりますが、王宮に潜入し、戦王妃リーサの習文を集めていただきたいんです。習文？読むんだ。危険なのはちょっとっ私の方でも情報は集めようとはしておりますが、リーサはなかなか尻尾をつかませません。このリーサっていうのはさ、お妃様みたいなさ、白雪姫のお妃様みたいな顔してた人かな。陛下ご自身にお頼みするのは心苦しいのですが、私も立場あるに下手に動くわけにはいかないのです。いかがでしょう陛下、お引き受けいただけますか。そんなことやらせちゃうんですか。引き受けるしかないじゃん。真夜中から明け方にかけて後期の執務室の鍵を開けさせます。これは次回だな。何か怪しいものがないか調査いただければと思います。セーブが必要で、皆さんセーブ、私にセーブというしないね、そういえば。うん、セーブした。じゃあさ、装備をさ、少ない。レベル上がったから、数言えばいいってもんではないような。新鮮な果物、久しぶりの入荷、早い者勝ち、次回入荷見て。これいいの？あ、もらえるとかじゃないの？ないね。何か視線を感じますね。何？あ、これ？今の？これは何？ハーブ村に再度魔物が現れないか見に行く。ハーブ村に魔物が現れ、ハーブ村ってなんだっけね。今、これだよね。これ。これが今発生したんだよね。違うな。うん。また見ていきます。アップグレード。ここでは各種武具を取り揃えてるよ。見てってくれ。評価。やっぱちょっと高いんだね。じゃあ A。 リ
ザードマンの王って持ってそうだけど持ってないの？あ、マントは違うの？これじゃできないのかな？うん。あ、待って。タブでさあ、あ、あ、マントはこっちかな？ここはビョルン戦いで勝ち残るなら、まずいい防具を関係ないんだね。マントは、そういうのではないです。ね。ということだ。関係ないんだね。また来てくれよな。どっちでもできるんだ。これは？なんじゃね？お客かね？これは、薬だね。宝箱ですね。まずは調べます。あ、うん、一番が拾うのはいいんだ。他の子に拾わせないでほしい。あ、どこやあるじゃん、どこや、みんな。え、どこや。いらっしゃいませ。一番好きな自分を見つけていってくださいね。おお、髪型、化粧を、身体の装飾、まとめて変更を。またお待ちしてますね。何をするの？怒ってた？いらっしゃい。ちょっとここにいたいわ。ねえ、結構かかる。でも外見の変更はまた別なんだよね。昇降用のはしごです。こいつは便利ですね。メイクだけ変えるだけでも1万。やっぱお金稼がないとね。そしたら、私は何をしようとしてるんだっけ？銀行じゃなくて、宿屋行きたいんだ。このはしごのことはもう言わないで。はしごのことはもう言わないで。疲れたな。足が棒になった。好きに見ていってくれ。俺は実戦で跳ねる勝負。おや、お客様、今日は遅いお帰りで、遠出の成果はございましたか？え、これ絶対2000って高いよね。どうなの？でもいらなくて。これとこれは違うんだよね。待って。これってさ、今、待って。うん。この一番。少々お待ち。好きだ。なんで、戻って、また来てくれよ。で、このズボンは、116.49。これはちゃんと
一番の今来てるのに対してで答えてくれてる、だね。のようだね。私に対してを言ってるんではないね。結構分かんなくなってきちゃったぞ。お客様、今日は遅いお帰りで、遠出の成果はぞ。会いましたか。ありがとう。いらっしゃい。そろそろ仕事する。毎日同じことばかり。ごめんごめん。いつもさ、ごめんね。なんか私だけ一人でなんか解説が一切ないやつね。見ていきますか。それにしてもすごい職人技だな。宝箱ですね。どうにか近づけないでしょうか。どこですか。この上かな。あ、そうか、それを言われてすぐにゴー。わかりました。前を進みます。と言いましたが、ここにあんのかな。と言われた瞬間にやらなきゃいけないんだけど。よし、今日はなんとかできた。もっといい装備を見つけたい。ここだね。ここにある、この上にある、あそこだ。あの上に行きたい。さあどうする。見ていきますか。ちょっと確かに夜だから見えにくいし。すごい職人技だな。でも、あそこの部品はどうなってるんだろう。どうです。見ていきますか。やっぱさ、魔法とかさ、今の私には無理なのかな。どこにも行けるとこないもんね。諦めようかな。じゃあどうです。見ていきますか。朝にしようかな。はしご、どこにあるかもわからない。はしごに使うといいのかもね。よし、栄光品。これで福祉だけじゃ生きていけない。急いで帰ることはないな。体力のあるうちに片付けしなきゃ。あー、ま、魔法で飛べるんだ。うまく使えば旅が楽になりますよ。歩き続けるのは疲れますからね。ごめんね、ちょ、もう一回もう一回ちょっと明るい時に見ようかなと思ったの。こういうのとか、
はしごですね。移動に使えます。こいつは便利ですね。誰だ？誰の子？ね、いるんだ。あれか？これ登るのか？あそこにはどうやって行くんだ？あ？一番邪魔。腹が減ったな。何か食うものは？結局さ。集中。あ、ここから。なんかさ、言わないでほしい。はしごの話はしないでほしい。こういう無駄な時間、私の無駄な行動が。じゃあ、足洗。ここバルーンバース？あ、ここバルーンバースじゃん。なんか発生してるじゃん。からくり箱の巡り合わせ。揉め事の様子？あ、青年が言った。なになに？詳細マップ。しかも登れないはしごね。登れんのか、ちゃんと登れるものなのか。なんか細かく教えてほしい。あそこをこう行ってこう行くといけそうですねとか。何かご用ですか？じゃあさ、とりあえず、なんか今のやつはできないっぽかったから、できんのか？誰か。了解、先行します。そういうのはないみたいだ。ここね、ここんとこちょっと、行ってみるわ。落ちそうだけどね、なんか。いらっしゃい。何かご用ですか？お客がもっと来ないかな。ちょっと片付けない。あ、これ混んだと思ったらちょっとグリーンっぽい、グリーンっぽいマントだった。もうちょっとコンっぽかったらよかったな。緑っぽい青だわ。やってらっしゃい、見てらっしゃい、伝説の語り部、それにしてもアルバート様だ。すごい職人技だな。もし俺様の話が気に入ったなら、あそこの部分はどうなってるんだろう。カラバコンとこじゃん。凶悪な大蛇退治の物語。聞いていって損はないぜ。なんだい、おひねりなら大歓迎だぜ。おい、ありがとうよ。なんだい、おひねりなら大歓迎。待て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 。何か用だ。どんどん取られちゃう。ないなら帰っ。
ってらっしゃい、見てらっしゃい。なんか今のさ、物乞いのこの人別の語り部、アルバート様だ。どうすんだろう。もし俺様の話が気に入ったら、こっそりこうやって酒で喉を潤すためのお、何、探求心の証、疲れにくい場所に点在するアイテムです。この世界に24箇所に存在し、ジョブギルドにもと一定数ごとに特別な報酬を得られます。見逃さないように注意して集めましょう。こんな場所にもあるんですね。入手できたことを素直に喜びましょう。どこに、なるほど、これは我が異界のマスターにもぜひ伝えておきたいです。やった、なんかやった、なんかおめでとう。ここに落ちてた。この人さ、なんだい、おひね、おひねり、何か用か、ないなら帰ってくれ。これはちょっとやめとこうか、やらなくても良さそう。で、これ？これがメインかな？そうだね、こんな内容だったよね。これは何？街を行く各社の背後に忍ぶ何者かの視線。あ、これか。これ何？監視者に対処する。これなんか戦いかな。誰にも邪魔されない。あ、こうか。なんかマーカーが出るわけじゃないやつ。ね、忍び寄るだから、マーカー出るやつじゃないんだ。ちょっと終わりにしようかな。で、節の語り部、次回、明日か。明日、これ。やるかな。深夜から明け方にかけ、裏門と リーサの執務室の鍵が開いている隙に、リーサの執務室で何とかに関わる品を探す。あとさまだ。やつだね。で、場所が？もし俺様の話、夜になる。酒で喉を潤すためのおひねり。夜にしてから明日やろうかな。ここにいとこう。待って、まだ終わんなくていい？まだ終われない。忘れ物あった、忘れ物あった。ごめんごめん、ごめんね。止まってちゃんなわけじゃないからね。ネイジとソサラで今レベル14の子たちだから15の子に変えとこう。あれ、今15の子だっけ。ちょっと待って、今15、私今リボンがいる。あ、この子今使ってる子、あ、書いてない、14だったよね確か。
ボーンじゃない、ポーンだった。あ、君大きいね。荷物いっぱい持ってそうだね。まずは、あれね。回復してくれる子。みんなが好きそうな感じ。あ、この子可愛いんじゃない？私は採取行動が得意なので、常に何か得るものを探します。周囲に使えそうな仕掛けがあれば、進んで試してみます。あ、優先クエストの案内してくれるから、じゃあ、あ、枯れ木？報酬枯れ木？じゃあ、雇おうかな、お願いしようかな。どっちでもいいか。これ二人全然だったね。じゃあ。あ、あげれるものが。ないわ。これあげちゃもったいないよね。え、何にもないんだけど。この辺あげとこうか。もったいないかな。あ、ランタン。私の魔法支援はいかがでしたか？三つあげちゃった。いざという時は頼りにしますからね。2倍速超え。あとはこのソーサラ少ないね。リリーちゃん可愛いんじゃないの？ちっちゃいな。ちょっとリリーちゃん荷物持ってもらうわけじゃないし。ソーサラは強力な魔術を行使できる職です。私にその力示させてください。じゃあお願いしようかな。なんか幼女みたいなばっかりになって。あ、綺麗な顔してたんだね。お役に立てたならいいのですが、お別れの時です。ありがとう。これからよろしくお願いします。うん。じゃあ。養女戦艦。エルンワース城へ向かう必要があります。あ、案内してくれるじゃん。でもね、夜にしなきゃいけなさそうだから、夜の場所に行こう。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。よほど行きたいところがあるんですね。わかりましたよ。また案内を再開してもらうとして、今は各社様の自由意志を大切にしましょう。めっちゃ言ってくるじゃん。一番。よし、じゃあみんな。なんか、一応キリがいい。ずいぶん前からキリは良くなってたんだけど、ね、一番いい声だよね。じゃあ、自由なんですよね。じゃあ、今日はこれで終わりにしようと思います。次回、さっき言ってた、これね、これ、リーサのなんとかを進めていこうと思います。これがきっとメインなんだよね。で、明日だね。明日の5時から、明日の17時からあるので、よかったら見に来てください。おつぐま様でした、皆様。ではでは、また次のライブでお会いしましょう。今日の5時から、キラーズさんのホラー、新作ホラーやるので、よかったらお暇な方、見に来てください。ではでは、また次のライブで、お会いしましょう。バイバイ。